いいっすか、いいチャオファンでもいい、うん、それでいい。どうしよう、ちょっと待ってください。僕、まあまあ時間かかります、これ。全然。一回、その台湾人の家とか行ったことあるんですよ。別にそんなうまくはないんですよ。少ないよ。でも、次、だから、あれです。マカオ行くときは。ああ、でしょ。田舎のヤンキーが頑張って買う。やめたれ。ウェーバーが私一番恋しかった、うん、飲食でも働いてマジでなんでお前らご飯食ってんねんみたいな。みんなもこうって言ってるんですよ。僕らのこの結託感を見て友達じゃないかもって最近言い出したんですよ。その友達関係薄っぺらいな。マジで大丈夫。いやー、なんだろうと思ってね。まあ、マジ友達いなさい。俺が行くのが普通やね。そうだね、通常で見せないと結構わかんないよね。なんでここがさ、そんなことない。よくわかんない。なんで後ろの人が好きなんだ。私行ったんだ、上から。